これでわかる、己同見え。風刺画で一世を風靡した画家。彼が生きた70年は、ジャーナリズムが盛り上がり、新聞や雑誌が広く求められました。ただ、当時はまだ識字率がさほど高くはなかったため、挿絵入りの新聞の需要は大きく、それに応えるため、同見えはたくさん書き、リトグラフの数は約4000点に上るそうです。さて、どんな画家でどんな絵を描いたのでしょう。1808年、南フランス・マルセイユに生まれる。父はガラス職人でしたが、詩を作っていました。地元で認められ、詩人として身を立てたいと、妻と6歳の息子をマルセイユに残して一人でパリに移ってしまいました。8歳の時に母とドーミエもパリに行きます。一家の暮らしは貧しく、ドーミエは少年時代から書店の店員などをして生活を助けていました。絵が好きだったドーミエはアカデミー・シュイスに通うようになります。1823年頃、その当時発明されたばかりだった最新技術であるリトグラフの技法を学んでいます。その頃は7月革命でブルボン王朝が崩壊し、ブルジョアジーに押されたルイ・フィリップの時代になっていました。革命後、国民は報酬を得ているのはブルジョアジーだけであることに気づきます。格差による経済的困窮に悩まされていた頃、ドーミエは国王や政治家を風刺した作品を制作します。ラ・カリカチュールを創刊したシャルル・フィリポンがドーミエの才能を見抜き、1831年、23歳のドーミエを採用しました。こちらの絵をご覧ください。ガルガンチュア。この大きな口を持つ人がルイ・フィリップです。ここに貢ぎ物を持ち、役人や貴族たちが連なり、その奥には同じく強欲な王族たちが控えています。ドミエはこの作品で有名になりました。政府はこれを目視することはできず、6ヶ月の入国と500フランの過料を言い渡します。けれどもその時は入国せずに済んだようです。ただ、ペトー王の宮廷というリトグラフを制作すると、今度はサントペラジー刑務所に送られてしまいました。1835年9月、いわゆる9月法案というものが可決され、国民の自由が制限されました。反対派の新聞・雑誌のイデオロギー的自由は奪われ、カリカチュールも刊行禁止。ですが、シャルル・フィリポンは諦めません。週に1回の新聞が葬られたなら、毎日出る新聞で毎日1枚のリトグラフを発表しよう。カリカチュールの申し子、ル・シャリバリの誕生です。ドーミエは殺人的ペースで仕事をしました。ル・シャリバリは編集方針を政治風刺から風俗風刺に転換し、資本家や偽善家に目をつけました。なんとかギリギリ発行禁止は免れたようです。1846年、ドーミエはセーヌ河岸のサンルイ島に家を持ち、マリー・アレクサンドリーヌ・ダッシーと結婚。1848年2月革命、ルイ・フィリップが退位し、ルイ・ナポレオンが共和国大統領に選ばれます。ちなみに彼は後に皇帝となり、ナポレオン3世となります。新政府はそれにふさわしい象徴的イメージを求めて、画家たちに技を競わせ、下絵を提出させました。審査員はドラクロワ、ドラローシュ、アングルなど。20人の画家たちが選ばれ、ドーミエも入っていたのですが、各自の下絵を大作に引き伸ばすように求められたのを放っておいて、結局完成していないようです。1853年からパリ近郊のベルモンドワをたびたび訪ねていて、そこでコロー、ミレー、ルソー、ドービニーなどと交友を深めました。その往復に使った汽車の情景からこちらの作品、三等列車が生まれたそうです。彼はだんだんリトグラフに疲れていって方向転換をしました。サロンにサチュルスに追われる妊婦たちなどを出しますが評価はされません。またこの頃病気を抱え視力が衰えていきます。1860年、ル・シャリバリはドーミエを解雇。友人たちはできる限りの手助けをしました。
絵を買い取る人もいれば、挿絵入りの新聞の注文を取ってきたりする人もいました。生活はどんどん悪くなります。ル・シャリバリはドーミエを解雇したことがひどい仕打ちだったかに気づいて1864年に再契約。1865年、ドーミエはベルモンドワに家を借ります。1869年、サロンに入選。同じ年、帝国政府はレジオン・ドヌール勲章を授与しようとしましたが、ドーミエは断ります。ここで受け取ってしまっては、これまで相次ぐ体制のいずれにも従属しない立場でいた長い歴史が維持できなくなると思ったから。1870年、普仏戦争が起こり、セダンの戦いで捕虜になったナポレオン3世は失脚し、第三共和制が樹立されました。ドーミエの病気はますます悪化していきました。家賃を払うのも苦しくなってきます。そして友人のコローがベルモンドワに持っていた小さな家を、僕には必要ないからと無償で送りました。それから間もなくしてコローやミレーが亡くなり、ドーミエは安全に失明してしまいました。そんな状況だったので、1877年に第三共和政府が年金1400フランを送ることを決めたとき、それを受け取りました。1878年、パリでドーミエの個展が開かれます。レミゼラブルの著者で知られるビクトル・ユーゴーが展覧会委員長でした。ドーミエ本人は目が見えなかったため、ベルモンドワに隠姓して展覧会には行けませんでした。そこでドーミエの絵画は広く世の称賛を受けるようになりますが、その翌年70歳でこの世を去る。こちらの絵をご覧ください。トランスの難涯、1834年4月15日。7月革命後のブルジョアジー優先の政治に対し、1834年に暴動が起こり、兵士が殺されました。それに対して政府軍が行った銃弾を使っての大量虐殺の現場を描いたもの。この男性、ぱっと見眠っているように見えますが、体の下には子供が潰されていて、その横には老人、その奥には母でしょうか、こちらにも人が倒れています。政府の弾圧に対する批判が込められた作品ですね。ドーミエはリトグラフだけでなく油彩画でも素敵な作品がいっぱいあります。ではドーミエのいろんな作品を見ながらお別れいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。